つものライブのような感じで暖かくいきたいと思います。お願いします。はライブで何度か、あ、この前配信のライブで初めて会った。でもエコちゃんはこのホタルをやろうとしながらなかなかやらなかったんですよ。なんか自分で歌っててしっくりこなかった。でやっぱそれはキー問題だったんですよね。でその時にやっぱキーを高くし設定しすぎて、なんだか違うホタルの世界観 でそれは逆に下げて、そのもともと設定してリハーサルしてた音よりも半音とか一音とか下げて、でライブの配信ライブの時に歌ってみたらすごく良かったので、でこれもなんかハチさんのピアノでもう一回形に CD としてね形にしたいなっていうことで今回カバー曲、うん、入れさせてもらって、いやーもういいテイク取れましたねもうこれは本当にもうねいいテイク取れましたね。一人きり泣いてたの、今君だけを見つめてる、怒った顔も笑った顔もこの言葉じゃ今回は結構悩んだのは、英子ちゃんのホタルにするべきなのか、リスペクトを残すホタルにするべきなのか、福山さんとか、アレンジがもう本当になんかホタルこれしかありえないみたいなアレンジに仕上がってるから、すごいどうしようかなって悩んだんですけど、まあ、結局オリジナルを尊重はしなかった。プラスアルファ自分のエッセンスみたいな感じにしてみたんですよ。作り笑い嫌いなこと、雷がダメなこと、僕たちは何もかも違うから愛し合った。どうですか？全然違うコード弾いちゃったけど、それはそれだけか。いや、ありだと思ったんですけど。うん、なんか同じこと繰り返してるから。そう。うん、すごくないですか？すごくないですか？神降臨。ちょっと一瞬気になったけど、まあでもいいかも。大丈夫じゃない？うん、それこそ今回もクリックなしで挑んだ楽曲とかに対してもこうやっぱりハチさんにハチさんの手の上で私は転がされて、ゆっくり行きたい時はハチさんのピアノがやっぱりゆったりになるから、自然と私の歌もこうねゆったりになるし、どんどんこうアグレッシブになっていくと私の歌もこうついていくしっていうのを、なんかもうハチさんはそれ自然にやってのけてて、でもやっぱりそれは楽曲に沿ったまあ、アレンジなので、間違いないし、だからそれはでもずっとやっぱこの何年も一緒にライブをしてきたからこそ、あ、ここで来るんじゃないかなとか、ハチさんはもうここで緩めてくるんじゃないかとか、その辺もお互い例えばスタジオで見られなかったとしても、お互いの視線が合わなかったとしてもこう来るなっていうところが、まあ、通じ合えるまでなったからできたかなっていう、離れていてもあなたを抱きしめてあげる。朝もやはもともと
2年前ぐらいに、携帯のメモでちょっとだけフレーズをメモしていた歌詞があって、でその歌詞に、まあ、いつか、まあ、歌詞をくっつけてちゃんとした一曲に完成させたいなとは思っていたんだけども、あのはたとある朝目覚めた時にその歌詞に付随する言葉がわーっと出てきて、で気づいたらそれが一曲の歌詞にもう仕上がって、で、あ、これ自分で曲もつけられるけど、だけどなんか違うな、誰かにつけてほしいなって思って、パッとすぐ浮かんだのがハチさんで、そのタイトルが朝もやってついてて、おうでその歌詞の内容もなんかこうなんかちょっと今までにない感じの歌詞だなって思って、なんか英子ちゃんのなんだろう、新たな面、新たな顔つきっていうのかしら、私あのいろいろ曲をこう英子ちゃんの曲を伴奏して、あ、こんな曲もあるんだ、あんな曲もあるんだっていう中で、うん、あのどっちかっていうとすごい元気だったりとか、あの 外に向けてメッセージとかっていうのがある中で、かなり内向きなっていうか、こう内側にこう向かっている歌詞のような気がして、まあ、ある意味私もそっちの方が得意の方なので、なんかあちょっといいものかけたらいいなってすごい思って、こんなのどうみたいなこんなの歌ってみたらどうなるみたいなのをちょっと今回やりたいと思って、もうあまりに素晴らしい曲で、あ、やっぱりハチさんにお願いしてよかったなって思える、もう彼女の真骨頂というか美しいメロディーで、で、うん、なんかハチさんの多分部屋で撮ったであろうピアノと歌の弾き語りのバージョンのデモが送られてきて、ずーっともうそれを聞きながらもう涙が溢れて、ただハチさんのデモがあまりに良すぎて、これ私歌えないんじゃないかっていうか、もうこのままハチさんにプレゼントしたいなって思うぐらいすごいいいデモだったんで、いつかそれも出してほしいセルフカバーでみたいな思うぐらい、なんかだからその世界を最初は拭えなくてね、レコーディングの時は大変苦労しましたが、何も考えずに一回やってみるそうですね、うん、なんか声は温めない方がいいような、起き抜けのガサガサしてても大丈夫、あ、もっと酒飲んでくればよかったな、うん優しい腕の中、怖いものなんてなかった、前触れなく訪れて、すみません、できることすべてをやるという時がささくれを削ってくれる、ねえ、ちょっとなんかもうちょっと落としどころがあるんだけどな、なんか落とせないな、どこどこ、ああの全部あのどうもキーが違うのではないかということでちょっと納得がいかず、結果私の自宅で狭い廊下にハチさんを追いやってですね、本当ごめんなさいって言いながらハチさんにエンジニアもしてもらいながら、私の、まあ、歌とピアノをもう一度取り直して、で、まあ、お部屋から生まれた、私のお部屋から朝生まれた曲がハチさんのお部屋でアレンジされ曲が生まれ、でやっぱりお部屋からそれは最後の形として届けるっていうのがすごく自然な形なんじゃないかなっていうところに行き着いて、朝もやが完成しましたね、うん、優しい腕の中、私の自宅の廊下、狭い廊下にピアノを置いて、もう鍵盤と椅子でも廊下が埋まるのに、そこにハチさんが入って弾いて、しかもケーブルが届かなくて、
もうハチさんは録音ボタンも押さなきゃいけないから、もうこんな扉の間からこんな感じで録音ボタンを押して、じゃあ行くねって言ってじゃあ行くねって言って弾き始めるっていう、なかなか絵的にはちょっとだいぶシュールなレコーディング作業でしたけど、いや私はベッドに腰掛けて、で何ならもうこういう感じで、こういう感じでっていうか姿勢もなんかやっぱこうやって歌うとやっぱ硬くなっちゃうその歌が。だけどちょっと肘をついてみたり、なんか小背ついてみたり、どこかに体重をかけることですごいリラックスして、こう砕けた感じとか柔らかい感じの歌が歌えるから、もうほんとこんな感じで、それくらいのことじゃ、もうベッドの上でなんか起きたてぐらいの気持ちで歌って、なんていうか、歌っていけたかな、いけたねっていう、この扉閉じてるんでね、様子がわからない状態でのやり取りで、でちょっと面白かったです。なかなかあの現場は見せられないですね私が抱きしめてあ